験ありがとう整体の平野です。ご視聴どうもありがとうございます。今回は骨盤の、ねじれの、原因と、なる、また靭帯の話なんですが、骨盤の中に、靭帯がねこうたくさんついていて、こうねじれないように、安定させるようにしているんですけども、これが、例えば半分、体の半分側のね、右側の靭帯、骨盤の、緩みがある場合は、当然、そっちがぐにゃってなってしまうので、必ずねじれてしまうという現象が起きます。もちろんそれをまた筋肉で補って、一応この、いい位置にこう見えていてもですね、それを補っているので、そちら側は緊張してしまう。結果、骨盤がね、こうねじれたようになると。ですからこれをですね、この場合の、関節の靭帯が緩んでいる場合の、骨盤のねじれはですね、押してもですね、引っ張っても、体操をしてもですね、ヨガをしても、温めてもですね、電気を当てても、これは、電気を当てたらもしかしたら変わるかもしれないんですけども、そういったことで変わるものではなくてですね、脳からの、その指令が間違っているという、その修正ができる、しなければいけない、その修正ができる、数少ない、整体師だと思っています。ありがとう整体の平野の、骨盤がねじれる理由、の解説でした。ご視聴どうもありがとうございます。